で、まあ、中洲で話しておるうちにね、私は先生、危ない会社の見分け方やってるんですけど、って言ったら、武田君、君も本出さんかと、自分が紹介するよ。ぜひお願いします。それからまあ、そうね、10ヶ月ぐらいかかったんかね。ほいで、東京の出版社で出して、その時が37歳、満で。で、福岡でね、最終的に2万5000冊売れたけど、まあ、そのうちの半分が福岡県で売れて、先生のお得意さんのもう時いろいろに、ね、社内でまあ回覧板回して売ってもらう、買ってもらって、そうするともう有名人になってね、まあ、サラリーマン時代ですよサラね。リーマン時代。それはいいけど、東京の部長さんはその3冊出しとるけど、私本出したらクビっちゅうのよ。まあ、サラリーマン社会ではそんなのあるけどね。まあ、これが原因で独立するきっかけになったと。だからまあ、その、社長の給料より多いのが2年続いそのて、1400万とか300万のそう頃、そうそう、2年続いて、それから九州の一番の上の支社長よりも給料がまあ倍ぐらいもらえる。ねえ。ドライセールスだったわけですか。一種のね。で、お見えになるお客さんはもうみんな武田さんじゃなくて武田先生って来られる。自分よりうんと年下のペイペイの課長に、先生って来られたら、上の部長とか社長は立つよムな。カーッと来るじゃない。それは誰でもムカッと来るよ。結局人間関係悪くなってね、それがきっかけで独立ということで、じゃあまあ今それは社私の方が悪かったのよ。やっぱり上司に対しては、ご無理ごもっともでございますって頭下げて、それからやっぱ岩田や大丸から付け届けをね、年に4回ぐらいせないかんの。それだけ稼いだらね、それを何もせんかったから、やっぱ人間ができてなかったの、こっちがね。今あの頃にもし戻ったらそういうこやっとぱやりまやすりますね。か。ほんでよいしょどっこいしょ、うんと暮らしようでね、争いがないようにするけど、当時は37歳。よいしょどっこいしょ何もしない、付け届けもしない。で、若いのが自分の給料の2倍以上取ってたら、それは誰でもそうなるよ気分が悪いね。かもしれません。なるほど。よし、それじゃあ独立しようと。しかし、その暴発して独立したのでは、危ないのは自分の方になるからね。独立に成功するにはどうしたらいいかと。講演で独立するには、やっぱ4つのテーマを持っておかないかんわけ。得意な4つの話、講演のテーマをテーマね。を。で、その当時、危ない会社の見分け方と、ランチェスター戦略を時間に応用した時間戦略、時間戦略。これは利益時間戦略と言ってたけど、その次、営業力の高め方、これは販売戦術ね。だけど、その3つ持ってたけど、まあ、前の会社が嫌で独立したんだから、独立したら危ない会社の見分け方はもうやめるつもりだったから、なるほそど。れ除2つしくか残とらな2い。つしかない。そうするとね、やっぱ広島伊勢でやるとテーマ2つだけだったらもうすぐ一巡するのね。だって1つのテーマで500回ぐらいするともう一巡して、もうテーマ売れなくなる長わく持け。たないと。だからやっぱり最低3つ、できれば4つ持っておくとも万全の体制と。ところが、新製品開発でね、講演のテキストでね、テーマで競争力のある商品を作るにはやっぱ5年ぐらいか5かるん年でぐらいすかよ。かる。そこで5年計画で、37の時にその42で独立する計画を立てて、そして一覧表ずっと書いて、何歳で何をする、何歳で何をする、とこういうふうに書いていったわけね。ところがね、やっぱりその大事なテーマの2つが開発ができないでね、思い通り。で、やっぱり勇気もないもんだから、ずるずると2年延長して、42歳の予定が44歳に4なっ歳てになって。ね。で、このまんまじゃもう、そのまたずるずる伸ばすと、まあ勇気ないしね、やめざるを得なくなるように自分を仕掛けないとダメと追い込む。追い込む。どうすればいいかなと思ったら、長期休暇を取ればいいということ長で、期休暇。アメリカに旅行に行ったの。SMI ってあるでしょ、国内でね。あそこのがあるって、その本部に行くんだって言ったから、を閉めたと。それに行くということをかっこつけてね、20日間休んだわけ。20日間。だいたいおられませんよ、当時の会社ではね。
で戻ってきたらやっぱりみんなしらっとするからね、はい、もう今でこそ海外旅行は当たり前だけど、はい、あそんなに珍しかった頃今からね25、6年前20日も海外旅行でおらんちゅうのはないよさ、ね、あもう白い目で見られる白い目で見られる、はい、だからおられんようになるでしょ、はい、これ閉めたと、はい、いうことやねそうなんです自分も追い詰めたわけですね追い詰めて、それでやめてね、やめることにして、で44歳の5月の12日に会社を辞めて、はい、で13日から自分の商売と翌日から翌日からでその前にもう親しくしておった社長さんが、まあ、だいぶ1000人ぐらいおったから、はあ、特別親しい社長には前もってちゃんとはがき出して、はい、訪問してご挨拶してたから、はい、そうじゃあうちで営業集めるから勉強やんなさい、はいはい、そうじゃあうちで研修やって、まあ、こういうふうな注文が入って、はあ辞めて次の日から12日間連続してダーッと講演が入ってねざまみれてなんでね、もうじゃあ独立するときはもうすでにその経営コンサルとして独立するというでもう前もって営業もしといてね、うんうんうん、お客さんもちゃんと作っといてねなるほど、うん、そして、結局ね、はい、その知り合いの社長さんの1000人の力で、はいなんと気がついたら302回も講演やってるの1年間で1年間にそりゃもう走り回ってね。あすごい、まあよくやったなと思う、今ではね。でもそれだけの仕事、依頼が来るってことがもう本当にすごいと僕ら思うんですが。それは営業力前の会社で日本一だから、どうすればいいかっていうのはもうちゃんともうね、頭に入ってるし、もう実行済みと。はいはい、まあ気が小さかったからね、はい、やっぱりきちんと、まあ、じっくり計画立てたっていうことね。はまあ、それが良かったっていうこと。なるほど。だからそのいつ頃独立すればいいのかっていうのは、はいその人の性格とか人生があってね、はい遅くもない早くもないと、はい、なんかその人にとってちょうどいいところがあるんですよタイミングがあるわけですね出会いとかね出会いとか、うんうんうん、だからあまり無理しないでね無理して早くする必要もなく、する必要もない、うん